火力振り切って耐久確保して焼けもんを育てた。我を導いた声、S 振りありえない、振り向けばロンジャーが草生やす。必勝のこんな強い論理、必然の勝利に手を伸ばして、子羊導いて布教をした。我ら論者なら負けませんな、勝利のロジックは続いている。進め進め我とサイクル先生して、やっていこうかとずっと必然力抱えて。今回の対戦相手は骨継ぎの人さんですな。で、今ヤーティー送られてきましたな。普段の大会だったら個体の変更が禁止なので対戦画面に行ってからやるんですが、今回はね別にそういうのないのでこの画面のままやりますかな。あれダメ系ツール、あったあった、やべえ、ヤーティー登録してね、ちょっとバタバタしてたんですよね、してたんですな。骨継ぎの人氏のパーティーがビリジオン、またビリジオンあ、まあ、この人なんか緑、この方はな、実は緑やけもんでのなんかヤーティーあげたりする方ですな。ビリジオン、ヤリジオンあったふたすぎ、ヤンギラス、ヤティオス、ヤヤラドス、ヤルガルド、ヤザードンですな。まあ、これドラゴン2体禁止なんで、このリザードンは Y ですな。どうしていきますかな。こっちのヤンギがかなり刺さってるか。ですな。こっちのヤンギが刺さっている。で、矢沢井の気合ボールで耐えましたかな。ちょっとダメ消しますな。矢沢井の気合ボールは、ほぼ耐えますな。うん、ほぼ耐える。いや、耐えない。耐えませんな。さすがに耐えませんな。いや、多分砂でも耐えないですな。なんだこいつは。ヤザードンか、厄介なのは。でもヤードラン刺さってますな、結構。ヤードランが刺さっている。いや、でも難しいですな。ヤティオスもそれなりに通りはいいですな。ヤルガルドも、交換際に雷とかぶち当ててやれば、落とせる可能性があるんで、まあでも、低ランだからな、なんとも言えないですな。あと、ヤルガルドの場合は、追い打ちが怖いと。いやー、でも、ヤザードン考えたら、やっぱヤティオスは欲しいですな。ですな。ヤザードン考えたら、ヤティオスは欲しい。ヤティオス出す場合に、バンギとガルド。バンギとガルドですな。ただバンギは前みたいに闇の2発落とせるっちゃ落とせるから。ただ DV の場合はまずいか。ヤンドロス、ヤティオス何かでいきますかな。それかこっちもヤンギを出して、交換戦を仕掛けるかみたいなところがありますが、ヤティヤンギはどうなんですかな。ヤティヤンギ悪くはないか。ただまあヤティオさんも確定出してきますな。ビリジオも結構重たいですし、ヤザードもきついので、いやこれヤティヤチートか、またヤティヤチートありっすな。ヤチートから入ってヤティオスありですな。ヤチート振り取るのが、リザードンぐらいですな。ですな。リザードン交換際にエッジを当てれば、落とせるから。相手リザードン確定か、だから、
ヤチーとヤピオス何かでいきますな。リザを考えたらヤードランなんですが、さすがにヤリジオン舐めすぎですかな。あと相手のヤンギもきついですな。またヤンドロスかそしたら。いや、ヤンドロスはどうだ。いやでもヤチーとヤティオスだと相手のヤティオスがちょっとだけ重たい気がするから、ヤードランはありですね。あの矢沢井に強引に投げていってって動きができなくはないので、うん。ただドランは相当きて、ドランじゃない、相手のヤンギはきつくなるか。ヤン、あーでもどうだ、 S がかかってるからラスターカウンで2発落とせますな。でもヤンギはそう考えるとヤティオス、ヤチーとヤンギだ、ヤードランかありですな。ヤチートから入ってヤティオス、うん、ヤチートから入ってヤティオス、ヤードランありな気がしますな。ヤチート基本的に結構突っ張れるのでですな。あー、ただガルドの場合がちょっと怪しいか。いや、まあガルドも別にいいかですな。ヤチーと、待って、ガルドのメガネショドボって耐えられるんですかな。いや、でもメガネはヤティオスじゃないか。あ、さすがに耐えますな、でもメガネだとしても。うん、さすがに落ちはしないですな。多分。落ちはしないですな。だからヤチーと、ヤティオス、ヤードラン。これ以外ありえないですな。あ、でも相手の、ややらが重たいか。でもやや重たいとは言っても、ラティが絶対に一発は耐えるんですな、技を。で、雷で一発だから、で、ヤチートも別に一方的に不利なわけではないので、これで来ますな。こちら、決まりましたぞ。早いな、ちょっと。こちら決まりましたぞって言っとこう。あと何分ですかな。あ、でももう5分ぐらい経ってますな。ってことで、対戦までカットしていきますかな。いや、カットするかわかんない。適当に雑談でもしてもいいかもしれませんな。ちょっと今日、仕事がバタついてて、帰ってくるの遅くなってしまったんですな。まあ、なんとか対戦には間に合ったんですが、で、ちょっと最初の方バタバタして、申し訳ありませんでしたな。一応ちゃんとルートも考えとくか。ヤチートから入って、所定リザードの場合にドランに引くのはちょっと危険な気がしますが、でもドランバック安定でもありますな。気合ボール打たれる場合だけやばいですな。ただ相手ヤティオスも考えたら、ヤーバーヒートをぶっぱしたいと思うんですな、その。いやでも、バンギ引き持ちを考えたら、気合ボール打ってくる可能性あるか。ですな、1サイクル目は相手の方、気合ボールをぶっぱしてきそうではありますな。ありますな。あ、でも、バンギはあれか、リザと同時には出せないですな、メガ進化の場合は。って考えると、リザガルドじゃないですか、並びは。リザードンと、ガルド追い打ち持ってるんですかな。結構ガルドも技範囲カツカツではありませんが、使いたい技は多いですからな。特殊か物理かで考えたら、ヤリジオンが多分特殊、バンギが物理、ヤティオスは特殊。ワイダが特殊だから物理か、比率で言ったらの場合は聖剣シャドクロ愛兵。あー、でも追い打ちのスペースありますな。まあこの枠になんかワンウェポンメザパとか仕込む場合もあるんですが、なんとも言えませんな。いやー、このヤーティー同士の対決完全に選出で決まるの怖いっすな。間違ってないですよ、 ないですよな。ヤチーとヤティオス、ヤードランでギャラが重たいけど一応なんとかならなくはないのでですな。で、ドランからギャラに引くタイミングで原子とかぶつけていけば結構負担を与えられるので、これでいいと思うんですな。あんま緊張はしてませんが、ちょっとバタバタしたせいで体が熱いですな。水飲もう。準備だけしときますかな。確か骨継ぎさん、まあ、普段の大会では対戦画面飛んでるんですがな、まあ、今回パーティー固定で何も変更できないので、やる意味はないですな。待って、バトルボックス入ってるよな。いや、入ってる入ってる。溶かしてないですな。いや、あと嫌な展開あるか。初手ヤチーとか入って嫌なの。嫌なのは、ヤザードンぐらい。あと、ヤラもちょっと嫌だけど、ヤラの場合は、ヤティオスに引けばいい。ヤティオスに引いて何するかですが、雷ですかな。波乗りか。バンギを考えたら波乗りですな。あのガルドを考え、いや、ガルドを考えたら雷なんですが。いや、交換読み交換するか。
ね、ヤーティー的にはありえないけど、それぐらいしなきゃ勝てませんな、でも。まあ、我は一応多分そのガチヤーティー枠でここにいるので、なんだ、勝つことを求められているはずですぞ。お、同じく決まりました。申し込みますな。申し込みますな、って送っとこう。てか、やべえ。前のヤクンテさんとの試合はお互いロジカル語法で話してたんですが、骨継ぎの人さんは結構丁寧に話しかけてくるのに、こっちだけ、こちらは決まりましたぞとか、申し込みますなとか言ってんのめっちゃ恥ずかしいですな。やらかしましたぞ、ありえない。まあ、ロンジャーはいつでも笑顔ですからな。骨継ぎの人さんもきっと許してくれますな。よろしくお願いしますぞって言おう。よろしくお願いしますぞ。音楽は5番とかにしますかな。よーし、やってきますな。ヤチーとヤティオス、ヤードラン。これ以外ありえない。ヤチーとヤティオス、ヤードラン。毎年結構似てますな、選出は。前はなんかヤンドから入って、あー、これあれか。対戦の順番逆になってる可能性あるから、いらんこと言ったかもしれませんな。まあ、いっか。では対戦よろしくお願いしますぞ。骨継ぎ師。骨継ぎの人師。初手は、多分有利対面じゃないか。矢だった矢だ。矢字来た。オッケー、有利対面ですな。ここはじゃれついてもいい場面ではありますな。いやでもエッジですな、ここは。ここはエッジでいきますかな。突っ張りはありえない場面ですな。ヤンギが落ちたら一気にヤティオス辛くなるはずだから、ここは一瞬で勝負を決めに行きますぞ。突っ張ってきたら超怖いけど、あ、でも威嚇入ってるし落ちることはないはずですな。でエッジもそこそこ入りますな、ヤンギに対しても。そこそこなんですが、いや、まあここで突っ張ってきたら役割関係をご存知でないって切れればいいですな。早くヤザードに引いてくるんですな。それ突っ張ってきたらどうしよう、マジで。ヤジ来たってなんだこれ。やべえ、ネタが拾えねえ。ネタが拾えませんな。めっちゃ考えてますな。威嚇も入ったし、自信は絶対耐えますが、なんとも言えない。最悪自信ってきたら捨てるしかないですな。よし、引いてきた。ヤザードンのはず。なんで 016A。ガルドか。まあ、しゃあないですな。やっぱ別に振り対面でもないですな、別に。ただ、クチートがいなくなると、エッジ当たらない。こいつはほんと自覚ないですな。どうしますかな、ここ。ヤチートがいないと相手のヤンギめっちゃ重たくなりますな。が、ここで聖剣飛んでくる可能性は十分にある。素早さどうだ、どうでしたかな。いや、さすがにこっちの方が速そう。いや、違う、わからん。向こうの方が速いか。向こうの方が速いですな。だから、高校はたきができるっちゃできる。いや、でもここ、聖剣が耐えるか、ドランだったら、ヤードランできますな。ちょっと、ここは怖い場面ですが、メガネの技とか食らっても嫌なので、ヤチートはやっぱヤンギ倒すために、取っとかなきゃダメですな。こういう血は打ってきてない。まあ、それはそうでしょうな。で、ここヤードランですな。で、バトルスイッチですな。聖剣ですかな、もしかして。シャドーボール、オッケーオッケー。メガネの場合が少し嫌ですが。まあ、大したことないですな。弾ですな。ここは、大地の力か、安定卓は。第一ラスカノで落ちそうですね。ここは第一の力でいきますぞ。ここリザードに引いてきたらうまいですが、ただクチートにガルト後投げだからな、リザードいなそうな気もしますな。相手めっちゃヤティに重くいきましたな。ヤティを腐りそうっすな。ここは第一の力以外ありえない。ヤンギに引いてくる場合は第一プラス、ラスターカノンで飛ばせるはずですな。
引いてきましたな。ヤピオス完全に出し負けてますな。大地の力くーことごとく恨み出てますな。メガネ並みより2発はヤチーズ多分落ちるので、ここ流星打たれたらもう仕方ないですな。ヤピオス投げるしかないですな。ことごとく負けてますな今のところ。いやーでもクチータ刺さってたか。ヤチータ刺さってますなこれ。ここは相手ヤチート読みをしたいはず。ヤードランはこの HP でも取っとく価値は一応ありますな。クッションとかにも使えますし、対面であればまだガルドに勝てるので。ここ流星群だったらめちゃめちゃ強いですな。その場合もかわすしかないですな。弾がガルドなんでヤティオスはメガネなはず。ここヤティオスですな。波より OK ですな。急所まあこれしゃあないですな。あーここ公開未公開行っていいのか行っていいのか。ダメでしょいやでもヤンギに引かれたら終わる。いや波よりいいか。こっちがこの波よりしてやる番ですな。引いてきた。ヤンギの場合は2発落とせますな。ガルドの場合はまあそこそこ入る。ヤジキタこれはヤンギ、これは2発落とせるはずですな確か。波乗り、うん、砂嵐も収まりましたな。ここヤチートに引くべきか。いや闇よりいいか。いやチートに、ここヤティオスで戻される可能性があるんで引きたいとこではありますが、相手がこれヤンギ捨てる場合は技が追い打ちになるんですな。なのでその場合にヤティオスが無償で突破される可能性があるから、無償ではないですが突破されるので一気に負け濃厚になりますな。だからここは闇より OKOK。 これはメガバンギでも耐えられないはずですな。前回ダメージした時は落ちたはずなので、これが控えめヤティオスの火力ですぞ。砂起こし、まあ、これは関係ないですな。波乗り以外ありえない。これはいけるんじゃないですかな。オッケー、ヤンギラス突破ですな。砂食らう。でヤルガルドが来たらヤティオスも捨てでも、いや捨てない方がいいな一応、うん、捨てない方がいいですな。波乗りの一環作ったら負ける可能性あるので捨てちゃダメですな。だからガルドが来た場合はヤードランに引くべきですね。でヤードラン切ってヤチート出せば畑の一環ができるから、うん、それでいいですな。畑でヤティオスかガルドを落とすって動きができるので、うん、ここはガルドから来たらヤードラン投げですな。ヤティオスから来た場合はヤティオスから来た場合も同じか。いや待って、ヤティオスから来た場合微妙だな。違う、ヤティオスから来た場合はヤティキリだ。あの裏に波乗り入るのが最悪なので、ヤティオスから来た場合はヤティそのまま突っ張りで波乗りでいいですな。でガルドから来た場合はヤードランに引けばいいですぞ。え、間違ってますかな。誰か教えてくれませんかな。我を導いてほしいですな。考えてる、怖いっすなサントス氏レーティングバトル中ですかな。ですな、相手もそのルート考えてるはずなので悩んでるところでしょうな。間違ってないよな。ガルドから来たらヤティオス、やっぱヤティオスから来たか。これはヤティキリのヤティ切ってヤチート出して畑打てばいいから、ここは波乗り突っ張りですな。こっちの方が早い。まあこれ同速ですからな、ね、S振り禁止なので。相手も波乗りじゃないですか、ね、多分シャドーウォール、あそれか。これは別にいいですな。でヤチート出して畑の一環があるので畑ですな。ガルドも玉ダメが入っているのでおそらく落ちるはずですな。これはいけるんじゃありませんかな。でヤチート、まあマグマストームの外しがありますが大地の力でいいか、ここは畑落としますぞ。相手はヤティオス切るしかないですな。対面では絶対クチドリ勝てないので、
メガネメザホルモでも落ちないので、ヤチートは。さっき砂ダメ向こうから入った気がするから、確か同速、多分同速です。シャドーボール、まあ、キーですな、ここは。ここ急所とかダメですわ。怖えぇ、ー、急所かよ怖まあ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 。いや、基本勝てるはずですな。ヤードランがガルド倒せば勝ちなので、ここで急所を引いてくるとは、なかなかのやり手ですな。ですが我の勝ちですぞ。ここは畑落とす以外ありえない。こちらが早いですな。ちょ、S 関係分かってなかったですな。一撃以外ありえない。よーし。ちょっとヒヤッとしましたが、なんとか勝てましたな。では、骨継ぎの人し、対戦感謝以外ありえない。勝てましたな。ご視聴感謝以外ありえない。ここが後語りになりますな。なんとか勝利することができましたぞ。いや、かなりの激戦でしたな。いや、やっぱ、ヤーティー同士の対決は熱いですな。ほんと、一手一手が重要すぎて。あと、裏をしっかり読まなきゃいけないんですが、今回裏読みはなかなか当たりませんでしたな。まあ、終わった後に骨継ぎの人としてちょっとだけ会話させていただいたんですが、まあ、ちょっとヤザードはやっぱりこっちのエッジが怖くて出せなかったって話でしたな。ただまあ、その刺さってたって話はあったので、やっぱ我のやはりちょっとヤザが重いかもしれませんな。うん、ありえない。まあ、ただ勝ちは勝ちなので、このまま頑張って勝ち続けていきたいところですな。では、次回も見ていただく以外ありえない。失礼しますな。